はい、皆さんこんにちは、ゆかちゃんのやねゆかとすみちゃんで、今日は何をするんですか。今日は、私たちが好きなペダル虫、はい、ペダル虫、ベスト3、ベスト3ご紹介します。はい、こういう時期は韓国はやっぱ家出れないからね、うん、そうだね。じゃあ、行きますか。じゃーん、一つ目は、はい、サムゲタンですけど、ちょっと違うんですね。最近ハマってるのは、はい、体にいい緑の豆と、あとこっちは黒米、黒米を使ったサムゲタンになります。なのですごい健康的だし、はい、最近私の免疫力が産後で弱っていて、うん、栄養つけようかなと思って頼んでます。すごい柔らかいの見えますか。それではいただきます。はい、最高。なんかもうこのスープにもさ、味がついててご飯も入ってます。なんかこれ食べると元気になる感じ。韓国に来てこういうのデリバリーできるからいいんじゃない。でも皆さん量見て、まあ、さすが1万3000ウォンだからだけど、すごい量多いよね。ぜひ韓国来たらサムゲタンを頼んでみてください。頼んでみてください。幸せ。コロナがあるから、なんか家にいてもそんなに辛くない。じゃあ次のデリバリーしますか。せーの。はい、2個目のデリバリーフードは、私はすごいね、野菜がいっぱい入ったアボカドターキー、私はベーコンチーズレンチサンドイッチ、あとピザとポテトです。いきます。はい、いただきます。うちらだけ食べてつるい。めっちゃ喋る。ランチに来ました。엄마아빠가뭐먹나궁금해가지고뭐가맛있을지좀참해야돼はい。つめのおすすめのデリバリーフードは、はい、じゃん、こちらです。キムガネっていう、キムガネ、キンパとか、あといろんなのがある、うん、韓国料理全部揃ってるな、コスパの良いお店になります。はい、まずこうやってうどんとコチュチャンチキンパ、そう、あとこっちはサラダキンパ、まあ、こんな感じで中にしっかり入ってますよ、うん、いっぱい入ってます。うん、なんかピリ辛で美味しいよね、コチュチャンチは。サラダキンパは軽いから好き。だから女の子いいと思う。健康な感じで、うん、お昼とかいいんじゃない、うん、忙しい時とか。そうそう、なんだっけ、キンパは一番健康なファストフード。キンパだけだったらちょっと寂しいから、これうどんとかスープあるやつも頼んでさ、一緒に、なんか昨日ブブエ席見て私に何て言ったんですか。じゃあせっかく昨日またハマっちゃって言葉を勉強したんですね。本当に勉強したか、もともとしてたかわかんないんですけどもまあまあ韓国に来てこういうペダル虫文化とかどうですか。めちゃくちゃすごいと思う。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムと TikTok フォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。次の動画で会いましょう。会いましょう。はい。